我々の住んでいる地球は星が数千億個集まった銀河系の中に位置しています。この銀河系の中では今現在も様々な場所で星が誕生しています。我々の研究室では国内外の様々な望遠鏡を使って宇宙から来る微弱な電波を観測し、恒星の誕生メカニズムを明らかにしようとしています。星が誕生する前の冷たいガスの塊や星が生まれたばかりの領域に対して電波を観測すると、その領域にどんな分子や原子がどれくらい存在するのか明らかにすることができます。つまり電波を観測することで何千何万光年離れた星の周囲のガスの組成を調べることが可能です。例えばメタノールなどの複雑な有機分子が地球のような惑星が存在する前に生まれたばかりの星の周囲に豊富に存在することがわかります。そのような分子が生命の誕生にどう関わっているのか明らかにすることも研究課題の一つです。また様々な領域を観測すると生まれたばかりの星の周囲の化学組成が領域によって異なることが知られています。しかしその違いがなぜ生まれるのかまだよくわかっていません。我々の研究室では生まれたばかりの星周囲の化学組成を調べ、その起源を探ることで星形成の多様性について明らかにしようとしています。現在は特に大質量星と呼ばれる質量の大きな星の形成過程に着目しています。また宇宙から来る電波は非常に微弱なため、電波を受信する受信機は高感度なものが必要になります。我々の研究室では電波を使った観測だけではなく観測装置の開発も行っています。現在は国立天文台などと共同で南米チリのアルマ望遠鏡やメキシコにあるラージミリメーターテレスコープ用の受信機の開発を行っています。アルマ望遠鏡用の開発では国立天文台などと共同で超伝導体を使った高感度な受信素子の設計製作などを行っています。メキシコの望遠鏡では日本で開発した受信機を実際に現地で望遠鏡に搭載し観測を行っています。私は宇宙の中に存在している生まれたばかりの赤ちゃんの星原始星について研究しています。その星に含まれるさまざまな化学分子を観測することによって、その星がどのような環境でどのような状況で生まれたのかの研究をしています。なぜこの地球に生命が存在しているのかのその謎を解明したいと将来的に思っています。私は宇宙を観測するときに使用しているアルマ望遠鏡という望遠鏡の精度を高めるための研究をしています。私は実際に使うものを作る研究をしているので、その経験を生かして実際に自分が社会に出ていったときに世の中に役に立つ製品を実際に開発できるようになりたいです。私の研究はですね、大質量星という通常とは異なる星が作られる領域において重水素という物質がどのような振る舞いをしているのかということを観測的に明らかにするような研究をしています。やはり何といっても一番魅力的なのはこの世界最高性能を誇るアルマ望遠鏡という望遠鏡の観測データを使わせていただいているということですね。これによって世界最先端の天文学的な研究をさせていただいているということなので、ここのについては、何よりも嬉しいというふうに思います。宇宙にはまだ多くの謎があります。謎を解き明かすためには新しい観測装置の開発が重要です。自ら作った観測装置でまだ誰も見たことがない宇宙を見てみたいという方がいましたら、ぜひ電通台に来て一緒に研究しましょう。